島の中央に煙坂、坂の上の形状にはさらし首、長い地蔵目の髪、風に吹かれさらりさらり横に流れゆく。いかなる罪を犯した首であろうか、何も知らぬ旅の僧が瞳と奥屋の主人とその家族をハサミで刺した女だという。かよみ美麗な女子が何故人を崇めたか。野ざらしの女は何も語らない。ああ三ヶ島たらし首。あくる日も訪れた縁日坂の上、首の前に千脚をなしが一人、彼はいかなるものであろうか。その問いに私はこう答えた。この首を切り落としたのは自分だと。罪深き「哀れでもある」「共に手を合わせ今日となえた」「女は腕のいい仕立て屋で」「みやびな着物を持ったという」「されどもハサミを持つでもない」「ああ縁起坂たらし首」「ああ縁起坂たらし首」